じゃあ、はい、こちら。はい、江本さんです。はい、いやいや、ね、もう、なんか久しぶりで。いや、久しぶりで。はい、2回目の登場ということで、よろしくお願いします。もう江本さんといえば、もう阪神を聞きたいと。阪神。もう裏話でも何でもいい。やっぱこう、日本一から監督が変わるというね、うん、優勝2位で変わらなきゃいけない、うん、岡田監督の、まあ、心境を考えると、うんうん、これしかしね、はい、岡田が辞めると思わなかった。いや、 僕は辞任をする前、2日前ぐらいですかね、神宮で、うんうん、試合の時に僕は話をしてるんですよ。ドラフトのこととか、うん、いろんなことをこう話を聞かされたので、うん、ああ辞めないんだなって、うん、ああよかったなと思ってたんですよ、うん、そしたらもう急に辞任っていうことだったんで。いや、そうだよね。ちょっとびっくりしました。その後に何か辞める話がね、はい、ネット裏がちょっと動きが何か辞める辞めるっていうか、俺は全部否定したんだよ、わざと。いや、そんなはずないって、辞めること絶対ないよ。そらガセネタやろ、わざと。そんな阪神多いから、そういうのが誰かがそんなこと言ってんじゃないかって言ったんだけど、よくよく聞いたらやっぱ動きがあったんだね。なんで辞めたかっていう、表向きは2年契約だ。まあまあ確かに。そういうのはバカじゃないか。2年契約だからって優勝争いしたチームのね、監督が変わるなんていうのはね、理由ならないよ、そんな。まあ確かにそうですよね。それで押し通そうとするところがね。まあ仮にですよ、うん、優勝2位じゃないですか、うん、2位優勝だったら変えなかったですよね、絶対に。分からんな、それでも。それでも分からないですか。分からんね、背景がちょっと違う。背景が2位優勝して やめようとしても、過去にそういうケースが、星野選手さんがそうじゃない。ああ、そうか。優勝して日本シリーズの直前に辞めるって言った、うん、でその時に俺らはちょっとおかしいんじゃないって、これから決戦する前にね、どんな事情があると辞めるのはおかしいだと、チームの士気上がらんと、うん、って言って、結構ボロンチャンにやったら、うん、案の定4連敗からしたんだね、うん、ボロボロだった、うん、あっという間に負けて、はい、それでも平気だからね、阪神。平気ではないでしょう。いや、それでもう星野さんはもう優勝させたっていう監督のさ、もう神様のように、はい、まあ確かに。それからあのパターンだよ、オーナー好きシニアなんたらな、CD かな、 AD か知らないですね、 SA か、あんな肩書きつけてね、それから何年も運転手付きで金もらって、いい商売やなと思ったな、ある時。俺はその前例があるから今度も同じようなことしたのかなと思った。聞いたらその2年契約っていうのと体の調子が悪い。確かに風邪ひいたとか言うけど、風邪はいつも引くわね。まあ健康そうで健康そうではなかったですよね。まあ顔がだんだんね、うん、強烈な顔になったけど、だけどそういうの聞いた時にね、ほらふとその星野さんの時思い出した。これはひょっとしたら星野パターンで行くかなって、このまま辞めたら。そしたら案の定もう辞めて SA、はい、あれどう思う？ああいうのつけるじゃない、すぐ監督辞めたやつとかさ、まあまあね、オーナー好きなんだなとかさ、今度の藤川もそうじゃない、オーナー SA だったし、なんかわけのわからんね、はいはい、どうよそれ、どういう仕事が待ってるのかわかんないんで、ああ、なかなかわからないですけど、うん、ただ今年の、うん、まあ、例えば、うん、まあ、岡田監督が辞任するという、うん、その背景にはやっぱ戦い方もあったわけじゃないですか、うん、ったその今年を振り返って、まあ、昨年と何が強烈に違うっていうのを何か感じました。まあ江本、CIA KGB 系から言うと、はい、ちょっと聞いてみた、はい、結構去年のようにうまくいかなかったんですね、采配が。まあ、例えばサイン通り動かないとか、出したピッチャーが誰とか。出したピッチャーがダメっていうのは、うん、その状態がありますよね。あるある。だからサインが、うん、いや、それもやっぱり去年はうまくいった、例えば走らせたり、まあ、確かにこの場面で走らせて成功したとかっていうのはことごとく外れてたらしいね。サインがなかったっていうことですかね。結局選手が全然ダメだったじゃない。去年ほど働いたやつ一人もいないじゃん。選手の状態も悪かったですけど、うんうん、まあ、その中でクリーンナップがもう一人一人人数に落ちていったとい う、だってあの時4番に近本入れた。いや、そうなんですよ。あの時俺はね、あ、これはダメだなと思った、うん、これをやったらダメだって、うん、だからあいつはまあちょっと焦ったとこあると思うんだよね。あの時ちょっと打ってたからよ、うん、あの近本は。それにしてもね、1番バッターを4番にしてね、うまくいくわけないじゃないかと。だから相当焦ってたんじゃないかな。だからそれがちょっと延長線上でどうも采配が去年のように手が全部当たる、当たったやつが当たらなかった。まあいいところにはずっとつけてて、うんうん、まあ岡田監督に聞いたのは、ロードが終わってから、うん、甲子園に入ってきてから、うん、帰ったら
尻を叩くと、うん、エンジンかけると、うんうん、だそれまではやっぱもうロードだから我慢しなきゃいけない。阪神にいらっしゃって、うん、やっぱそのロードっていうのは、うん、やっぱそんなもんですか。いや僕ね時間が足りないんじゃないかと思ったんですよ、うん、エンジンかけても、うん、甲子園に帰ってからでは大体、うん、ね昔のその阪神の死のロードって言われて3週間大体出ていくんですよ、はいはい、甲子園の大会やってる、はいはい、あれはねゲームはやっぱりきつかったよね。あやっぱきついです。きつい。でも俺は嬉しかったね。東京、広島、名古屋まあ、銀座もってますね、うん、で京都もあるし、まあ、あんな楽しいことなかったなるほど。ただゲームはしんどいわね。まず移動と練習しないといけないでしょ。で行った先でもう寝てなきゃいけないんで、だからそれはしんどかったのが最近はもうあれ反対だよね。まあ確かに天国のロードだね、うん、だから俺はちょっとそこはね違うと思う。もっとトレーニングとかやらせばよかったね、はい、まあ確かに甲子園入って、うん、まあエンジンはかかったでしょうけど、うんうん、まあ追いつかなかったですよね、うん、いやでもさ優勝争い一時したじゃない、はい、後半、うん、あれはさすがによくあそこまで持ち直したと思ったけどね、うん、そうですね。でひょっとしたらこのままいくかなと思ったら、あのパタパタとあれどこにやられたんだっけな、あれ広島かどっかでやられたんだよね。広島でちょっと勝っときゃもうちょっとっていう時にやられて、それでもう力尽きたっていう感じになっちゃったので、でもまあよくあそこまで追い上げたなと。日本一連続で優勝するっていうのは本当難しいとは、うん、まあ常々その岡田監督もね、あの新しい血が欲しいと、うん、もう若手でもいいし、うん、外からでも取りたいと、でもそういうことがなかなかできなかったじゃないですか、うん、やっぱり、ね、一つはね去年初めて働いたピッチャーがいた、はいはいはい、村上とか大竹とか、はいはいはい、あの辺がやっぱり伊藤とかね、はい、あれだってあの2軍にいたりとかして、うん、あの3本柱で去年勝ってるわけ。そうですね。大竹はまあちょっと投げたけど、はい、やっぱり去年のようなあれじゃないですよ。一応数字合わせたけどこの3人がもうほとんどダメだ。そうですね、うん、それは勝てないですよ。やっぱり基本的な守りの役でしょあそこは。OB からすると、うん、あの戦力とか、うん、あの選手の状態から言うと、うん、今年の阪神はよくやったと。よくやった。なるほど、うん、それでよくありがちな去年働きすぎたんでみんなが持ち上げすぎて、うん、選手も偉くなっちゃって、うん、横っ腹に肉がついて体のキレが悪くなったという選手がゴロゴロいた。なるほど、うん、そこに気がついてない、うん、仮にですよ、はい、実証した初めてしたピッチャーが翌年実証しようと思ったら前の年の倍練習しなきゃダメ。だ多分半分ぐらいしかしてない。だからそこに落とし穴があるんで大体。だからそういうのもハマって、それはやっぱりコーチがビシビシやらないと。だから今最近のコーチは勘違いしてるよね、どっかと。バスタルこんな巻いてさ、水持ってこうやってバンドアホじゃないよ、あの格好は。あれやめろよ、あれ。みっともないだろ、あれ。試合中にさ、汗拭き抜くよ。バスタルと水かけてこうやってマウンド上がってくる。まあ、あんなスポーツないよ。まあ確かにね、怪我してるわけじゃないですからね。なか汗かいたぐらいでさ、もういかにもお前苦しいねっていう感じじゃん。あれ見せるだけでもダメだよね。でそれをやるからみんな手持ち無沙汰なコーチがさそこで終わっちゃう。お前ら運び屋かみたいなさ、水とタオルの運び屋だよ。やっぱあそこは行ってさバカッと頭で一発殴って、まあ殴ればしっくてお前気合入れよここでとか、まあ、そうですね。やっぱそういうコーチいないもんね。で阪神もやっぱりそんな感じでしたよ。まあどこもね、うん、こうやって抱えていきますけど、なんであんなのが流行ったんだろうね。いや本当そうですよね。いつからですかね。どっから始まったのかちょっと恥ずかしい。あれ何のポリシーもなくアホじゃない最高ですって言ったら、あんなアホな一つだよね。一つ覚えだよね。まあ確かに。まあ最高の逆で、うん、よく怒られたのが、うん、佐藤輝だったと思う。これの評価はどうですか。いや俺もバッティングのことがさ、はい、やっぱりよく分からんけど、あれまだ当たったらよう飛ぶしね、うん、やっぱり中心を打つだけに、うん、あの子が打つとやっぱ勝てるし、うん、打たないと負けていくからね。だから中心のあるバッターがこういて、例えば上だったら掛布がいたり、はい、田臥さんがいたりね、これ一つの軸は、そういう軸のなれるバッターではあるとは思うんだけど、でも足りないものがあるよね。どう、まあ、バッティングは見てる。まあそうですね。まあでも今年なんかは打点が多いんですよね。うん、多い。だからこう、そうがっかりする割には、うん、トータル的に言えば打点が多いと、うん。だからまあいいところでは打ってるんですよね。俺はね、もう一つはね、もう一つは使い方が悪いんじゃないかな。ああ、なるほどな。どういう使い方しますかじゃあ。お前今日は4つ三振してこいよって言ってやればいいんじゃない。うん、逆にね。例えばですよ、はいはい。だからそれはもう今日お前はボールドが振るなよ。三振すんなよ。うん、ここで打てよって言ったらどんどん泥沼にはまっていくタイプの選手じゃないかなと、うん、なるほどね。守備はどうですか。いや守備はいいんじゃない。あれ
あるで。いいですか。いや、なんでかっていうと、はい、鍛えりゃうまくなるから。まあ確かにそうですね。だから鍛えさせればいいんですよ、うん、だからあの守備の鍛え方をしたらバッティングも俺は良くなると思って。いや僕もあまりにもその言われすぎるから嫌気がさしてんじゃないかなっていうような、うんうんうん、まあそんな感じでは見てたんですよ。だから固定すべきだよね、きっちり、うん、守りはそんなに上手じゃないと、うんうんうん、もう鼻からも分かってるんだからもう言わないと、うん、もうとにかく一生懸命やってくれと、うん、そういうことですよね。エラーもね、エラー多いじゃないと。だから、うん、もうそれをね、いちいちもう言ってもしょうがないんだよね。エラー1回したら10万円取るとかね、もう決めときゃいいんだよ俺にくれって言ったまあ確かに、ね、うん、するなっていうプレッシャーをかけるよりもしないためには何するかって言ったら、掛布はだいたい12時半か1時頃出てきたね。毎日何やってるかな、ランニングとノックやってる。あいつ名手なんだ。最初はもう佐藤出ると一緒、どんだけ偉いわ。俺は見てるから前に。いやでもそのね、僕らもやっぱり守備で守れないやつは打席に立てないぞって言われたんですよ、うん、その時代だよな。いやだからもう僕も、まあ、掛布さんと比べると笑われるかもわからないですけど、うん、いやいや、やっぱりその頃は、うん、その時間帯はノック受けてましたもん。そうそう、いやみんなそうだって。名手になるにはね、やっぱりね、あれぐらいはっきりするもんないじゃん、うん、ま、練習すれば上手くなる、うん、唯一のポジションが守備やもんな、ね、うん、まい人はみんな練習したんだよ。だから足りないんですよ、まだね、ノックが足りない。会社の時言ったことある、佐藤って、はいはい、もういいからバッティングは、球場に来たら昼からノックとランニングだけしてりゃバッティングが良くなる。だから山本さんはもう過度にプレッシャーかけずに、うん、まあ、ノックを受けて4打席三振してもいいから思いっきり振ってこいと。そうそう、あのエラーをしない方法を教えないでエラーするなとかね、低めのインドのボールを打つなとかね、アホな人だって振るじゃない。外野のスライダーとカーブは 100% 振るやついるもん。確かにね、なんでそこ見送らんの。データ見てるでしょ、あんたここで、まあ、そういうやついるけど、やっぱりね、佐藤に言えばね、練習不足です。もう死ぬほどノックするしかないんじゃない、うん、大山が FA するかもわかります。した、いや、FA してもいいんだけど、宣言したんでしょ。宣言しました。取るとこありました。いや、多分あると思いますよ。打てないチームいますもん。打てないチーム行ったら余計打てないと思うけど。その発想も面白いです。いやいや、その波に飲み込まれるという。バッティングってそうじゃないんだよ、クリーンアップでも。誰かがいて、はい、相乗効果、運で打つっていうのが大体パターンなんだよ、バー。でも、仮にですよ、広島に大山が入ったら怖くないですか。いや、全然余計打てなくなる。それはベイスターズ行った方がまだいいと思う。ベイスターズ行ったら、そう打つと思う。打つでしょ。周りが打つんだから、何も考えないで、ブンブンブン振りましたね。打ってくれる人がいると楽ですよね。いや、そうまだね。そうなんだ。ベースはみんなそれで生きてるじゃん、みんな。で、もうゲームの展開関係なく、佐野みたいに、まず 199% 初球打つやん。積極的なバッティングするじゃん。俺だったらただの早打ちなんだけど。そういうのでも打てるんだ。うん、それでいいわけですよ。まあ、阪神に入ったことないんでわからないんですけど、やっぱ甲子園ではもう本当にスターじゃないですか。うん、関西のスターじゃないですか。うん、それが FA 宣言を手を挙げるっていうのは相当なやっぱり勇気と度胸がないとできなくないです。それはね、出てったやつには冷たいから大丈夫。阪神ファンなんかそんなもんや。自分とか目の前に見えてるのは大事にするけど、行ったやつは知らん顔だ。どうぞどうぞお行きください。あ、そうそうやな。全然全然出ていくのは全然平気。球団もあ、そうだって終わりだ。でも江本さんが、まあ、阪神にいたじゃないですか、うん、江本さんが FA 宣言してやっぱスターの座からちょっと一旦降りる可能性もあるわけじゃないですか。まあでもよそ行けば別にそこでまた反対してくれるじゃん。まあ歓迎してくれる。まあそれはそうですね。俺の場合は引退届に三本板ピッて押してそれで終わりだから、また球団もああそう終わり、はい、じゃあさよならって終わりだまあまあその日で手続きされて、まあ、時代はそうですよね。手続きされてさ、8月26日分の年俸給料しか来れなかった。あとカットだから。でも大山は行きそうですか。どっか行きそうというよりも、俺さっき言ったように飛ぶとこあるかなと思って。お、江本さんの評価そうですか、うん、いや僕は打てないチームがたくさんあるんで。まあね、あいつのバッティングね、はい、どの程度って打率で言うと2割6分5厘のバッター。まあ、まあ確かにそうですね。それが欲しいのかどうか、うん、それが行った先で2割3分5厘になるか7分8分5厘になるかね。そこの段階で言うと阪神にいる方が一番2割6分5厘を維持できると。いや、それはまあ、気分が変わりゃね、まあまあ確かに、打てるかもしれないけど、はいはい、そこまでやっぱ分かんないじゃない、俺は。ただ今の あのバッティング見てても、それ以上もないし、まあそんなに落ちる、まあ落ちる可能性もあるけど、上はもうないんじゃないかと。
でも仮にも日本一を取った時の4番じゃないですか、うんうん、やっぱフォアボールも通り、うん、3割近く打ったと思うんですけど、あれはね、でもね、今まで在籍した中で一番打ったんだよ。確かにそうですね。でその前にもっと打ってれば別だよ、うん、優勝した時はみんな打ちだよ、だから割り引いて考えると評価はまあそんなに高くはないけどね、うん、遠藤さんの考え面白いですよね。打てないとこ行ったら打てなくなる。いや、打てなくなる。ますます打てない。だって引っ張りじゃなくて打てなくなる。巨人でもそうじゃないんだって、うん。まあプレッシャーもあるけどね。だからまあいや、プレッシャーのないとこではないと思う。あんまり。広島の新井が阪神に来た時にやっぱりダメだと思うね。プレッシャー、プレッシャー。もうヤジとプレッシャーですよね。俺その電話かかってきたら現場見たことあるけどね。某は。そこかかってきて言ってる話聞いたことあるからね、阪神なのも言ってられないんだと思って言ってる話です。ああそうね、そのような感じのね、あんなとこでね、悪かったらね、よほど逃げとかって言ってて、俺に言ったってダメだよ、ね、それは無理無理よ。いやそれぐらい荒井は悩んでたもんね。あ、まあそうですね、あれ人がいいから、はい、ああいうとこで真に受けるわけです。まあそうでしょうね。阪神なんか行ってうまくいかないやつはあの声を真に受けるやつよね。片岡も野球に真面目で、あそうなそうな、 FA で阪神来て、そうあれだ、もう辞める時にはもうボロボロになってましたね。そう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 、金本でさえやっぱりちょっとムカついてたもんね、まあ、あれ感動したからいいけどね、はいはい、俺に言いましたね、阪神ファンだったらね、ただの阪神で喜んでるやつだけだからそんなにね、ムキになることないんですよ、実は。俺が言って分かるから。いや僕も、ね、やじられましたよ、敵で、うん、でも挨拶して帽子こわーってやってやったら、おーいたきましたなーって、次から変わってましたよ。そうだからそういうファンだよ、阪神ファン、みんな知らないんだよ。なるほどね。球場によってはさ、解説者が言ったからぐらいでいちいち目くじら立ててたアホみたいなファンもいるけどね、阪神はそうじゃないから意外と。どっかで当たらませーなんてね、まあ、人のいいおっちゃんが多い、人の多い、だからみんな勘違いしてる阪神ファン。なるほど。うん、まあ、そのいっぱいやじられたであろうキャッチャー部門ですよ。キャッチャー、クライマックスシリーズでも相当なことを言われたキャッチャーもいますけど、江本さんから見て正捕手って誰ですか？梅野がいいと思ってたんですよ、はい、最初から、はい、へ、岡田も梅野でいた。それは坂本はいるけどね、はい、意外性のあるバッティングだけど、あれもね結局ねプレッシャーかけすぎなわけで、はっきり言ってね、俺もラジオの所長言うんだけど、梅野さん、あんたこのフォームだと永遠に打てませんっていう。でキャッチャーってね、まあ、俺から見たらですよ、打ちさえすればいいキャッチャーになるんだよ。まあ確かによく言いますよね、打ちさえすればいいですよ。打てないキャッチャーはね、またチャンスに回ってくるんだよ。これが打てない人はリードのことまで言われる、ね、うん、言われる。だから打ててればキャッチャーそのものの問題はないんですよ。だから打てないから今度リードがどうだとかね、話がこの回ってくるから、そこは二重に苦しいポジションなんですよ。だから大谷ね、俺聞いたな、大谷あいつも2割2、3分しか打てないバッターだったんですよ。いや、もうちょっと打ったから、あいつは言ってたよ、あいつらしいよ。キャッチャーは4打数1安打で、4打席目にチャンスが回ってきて1本打てば同じで、4打数1安打だと2割、なんだっけ、2割5分がもうね、同じ。いや、2割5分キャッチャーで打ってくれたらいいですよね。いや、そうでしょ、うん、だから4打数1安打、1回来たチャンス、1回打てばいいだけだから、俺はそれぐらいの割り切りがね、キャッチャーって必要だなって、俺は大家からそれ聞いて、うん、なるほどと思ったんだけどね。じゃあトータル的に考えて、うん、やっぱ梅ちゃんの方がやっぱセンスとしたらいいということですか、ね、うん、もうちょっとだから自信持たせて。俺何年か前にね、一緒に飯食った時にね、僕はどうですかねって言うから、お前もう完璧って言ったんですよ何もいらんだよと、普通にやればいいんだよ。それ一緒に飯食うからそうやって言ったんじゃないですか。まあそれもあるね。それもあるね。出したわけだね。まあ出してくれたらもっと言ってやるんだよ。出してくれたもん。それを悪く言うやつはやっぱ素人や多いよ。俺に言わせた。でもクライマックスでは懲罰交代かなんかわからないけども耐えられたりじゃないですか。あれ、ね、うん、あれピッチャーが悪いんだ。なんかちょっとかわいそうだったなと思う、うん。あれはピッチャーが悪いんですよ。ピッチャーもメーティングやって、お前データとかやってんだろって、マウンドにパッと構えた時にね、キャッチャーのサイン見て、うん、俺のデータの間違いないなって思って投げるんだ、ピッチャーっていうのは。それはアホみたいにね、キャッチャーがサイン出したからって何も考えんと、へーって投げるっていうのはね、大正時代なの。もう無責任っていうことです、うん、野球ができた頃の時代なの。野村がね、俺いつも言ったらね、ミーティングでまずよ、お前らな、こんだけの資料を見て1番から1球目何投げてるとか、はい、全部やってね、1球目に俺がまっすぐってこうサイン出したら、
ふんって投げてくるなって言うんだよ。なんでまっすぐ投げたの1球目って考えてから来いって、うんうん、だからピッチャーとキャッチャーってそういう関係なんですよ。これ今最近ねみんな分かってない。そこでもそれができてんのが、うん、菅野と小林じゃないですか。まあ、全くその通り。会話してる感じがしますよね、うん、会話しなきゃダメなんだよ。だからお前がなんでこの球を要求したのっていうことが分かってないと、キャッチャーがリードすると思ってるわ、ね、みんな。キャッチャーが出したサインに全部その時投げなきゃいけないと思う。だから上野は仮にあの時サイン出せても佐野が1球目に打ってくるってピッチャーアホでも分かるわけですよ。そしたら一発顎のあたりに投げてきゃいいんですよ、打ってくんだからそしたらあれバッティングが来るんだよ、まあ、確かにそうですね。追い込まれたらやっぱ残像が残るんで、ね、そう。だからそれをピッチャーがやるんですよ。あれキャッチャーのリードじゃないんですよ。だからそこがあの時もポコポコ打たれましたよ、はいはい、何連打かされ、はい、あの時も俺思ったらピッチャーお前どこへ投げてんのってバカじゃないこいつ。いやでもね、解説あの時に誰が解説してたかわからないけども、うん、やっぱりリードのこと言うんですよ、うん、いやそれはもうそんなやつにやらせるから野球ダメだって言うの、ね、上野を大体悪くやつはみんな素人と思って解説したり。まあ、岡田監督が2年終わりました、うんうん、成功と失敗があると思うんですけども、うん、成功としたら何だったんですか。まあ、やっぱりそれは野球の本筋、デジタルじゃないアナログな、はいはい、本来の野球の本筋を知ってると。面白かったですよね岡田監督の野球って、うん、表情はね、はい、言葉とかね、はい、大丈夫かお前みたいなさオーンとかですか、うん、あれなんだろうなオーンとかあんなに首振らなかったけどね昔。まあもう首が重い、頭が重いんじゃないですか、ね、頭重くなるらしいよ年取ったら。俺らもだんだんこう落ちてきてね、はい、孫とかね死ねなんて言われ る、 なるほど。岡田もだん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 こうなって、そうですね、ゴルフ一緒に行ってもねものすごいいいゴルフするんだけど、だいたい3ホール行ったら必ず右ピーって OB するからねあれが楽しみなんだあいつ の、 あの方言っていうのはそういうところにあるわけよ。だから人間味的には俺はやっぱり岡田っていうのはねプロ野球らしいですよね、個性が、ね、本当にあれがなんかこう本当に監督らしい、そうそうそう、なんかブソ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 言ってね、そうそうそう、もうちょっとこう世間に迎合するさ、なるほど、例えば挨拶とかさ、お挨拶、まあサービス精神が少しあってもいい、ちょっとあってもいいね。だからそこがちょっと足りないところもある。まあそこら辺が失敗したなっていうところですか。だからあれ解説者やったらダメなんですよ。見境なく悪く言うから。確かにそうです、うん。正直にこう阪神のこと。バーッと言うから嫌がられたの結構。なるほどね、うん、俺らが金くれたらすぐ言うこと言うじゃん